余計なこと言うんじゃないよ。読んでって言われたんだけど、うん、そんな。はい、動画です。お願いします。はい。第11回、そらちゃん三週、そらちゃん三週、噛んじゃった。2023年です。場所は、栃木県の大崎神社で、日時は4月の23日。で、10時半会場で、11時から14時までやっております。はい。よろしくお願いします。日本で最初のバイク神社です。はい。今までコロナで、なんか人数制限だったんだけど、今年から解禁になったのかな。誰でも行けるので、はい、ぜひ23日日曜日、はい、来てください。はい、僕も熊沢さんみんなで行きます。はい、お待ちしております。はい、よろしくお願いします。はい、そらちゃん三州です。よろしくお願いします。 GTF 熊沢、そらちゃん三州の主催者赤石先生、赤い羽の CB さんが、これをアピールしてくれとポスターを送ってきたので、はい、こちら何ですかこれ。はい、第16回全関東空手道選手権大会2023、4月の16日です。あ、真岡でやるんだ。うん、真岡の総合体育館ですね。関東の大会が真岡なんだね。うん、すごいね。あの、住所もこちらに書いてあるので、興味がある方はこれ、入場は無料とかで誰でも入れるのかな。わかんない、わかんないです。わかんないです。あの、お問い合わせください。はい、空手やってる人はお願いします。はい、お願いします。 GTF 熊沢、これが何何、読んで読んで。大崎神社の足尾山神社にようこそ。令和4年11月19日、出川哲朗氏、大崎神社、足尾山神社、参拝記念、です。大崎神社ってテーマパークみたい。来たんだ。うん。充電させてもらえませんか？あ、充電させてもらえませんかのやつだ。テレビのやつ。うちはね、テレビがないのでね。見たことないけどね。で、あとこれ、アイドルに手出しちゃダメだよ。はい、ポスト GTF 熊沢、余計なこと言うんじゃないよ。読んでって言われたんだけど、うん、そんなことしてませんよ。はい、大丈夫です。変なことしませんよ。はい、じゃあね、お願いします。 GTF 熊沢、じゃあプリンちゃん、ミスターバイク BG の紹介をお願いします。はい、こちらですね、ミスターバイク BG の2023年3月号で、あの、先月のやつなんですけれども、3月号になります。こちらにはじゃん、BG ミーティング in いわき、道は続く希望の輪立ち第13回目ですね。こちら、希望の輪立ちは、東北大震災2011年の東北大震災の次の年から、ここのオーナーである熊沢さんの主催なのかな、はい、で、東北の支援のためにみんなで東北にツーリングに行こうということで始めました。うん、今年はいつやるのかな。今年も5月の、何日だっけ、概要欄に載せておきます。はい、今年もやるので、ぜひ参加したい人は、はい、プリンちゃんも来れるんだったら来てください。はい、プリンちゃんちょっと土日はね、仕事してるんで苦しいです。はい、で、あの、参加者さん全員ですね、こちらカラーフルカラーのホームページで特集組ませていただいてるんですけれども、はい、来てくれた人皆さん、あの、雑誌にカラーで載れますので、ぜひ参加お待ちしております。はい、よろしくお願いします。バンタンにした単車にまたがりチェイス、ゲームを駆け抜けて。
させて。